乃木坂46梅澤美波、小料理屋の女将に、割烹着ショットに、綺麗、素敵すぎ、の声4月28日、乃木坂46梅澤美波がインスタグラムを更新した。梅澤は、自身のインスタグラムアカウントにて梅の屋です。初回は和食作りました。不定期に、開店するかと思います。乃木動画にて、ぜひご覧くださいませ。そういったコメントとともに、割烹着を着て、梅の屋、と書かれたのれんを持って微笑む姿や、メンバーの遠藤さくらと田村慎介と並んでピースするショットを掲載。この投稿に、SNS 上からは、常連客になりたい、ここで働かせてください、ガチで開店して、割烹着姿の梅澤さんが素敵すぎ、女将綺麗などの反響が寄せられていた。乃木坂46の3期生として加入し、現在はグループを引っ張るキャプテンとしても活躍する梅澤。雑誌、ウィズ、や、クラッシー、でモデルを務めるなど、ファッションの分野でも存在感を発揮している。なお、今回の投稿で触れていた、乃木坂46の定額制動画サービス乃木動画では、小料理屋梅の屋の、女将、梅澤が、遠藤と田村を料理とトークでおもてなしする企画が公開されている。